こんにちは。この動画は京都大学文系数学2013という動画なんですけど、この名前になる通り京都大学の、文系の数学のね、2013年に出された問題の5問あるんですけど、それを、解説していきますね。はい。で、ただ解説しても面白くないね。だからここにね、終了ボタン、終了ボタンで、クリックして、問題がありますので、問題をダウンロードして、あらかじめ解いておいてください。なので、対象としては京都大学を、受験される文系の方ですね。で、そのレベルとしてはやっぱり京大数学、京大受ける人ぐらいのレベルを想定してるんですけど、もちろん解説なんでね、分かりやすく解説するんですけれども、問題演習という形を取るんですけれども、自分の力試しをしたいという人は、この問題をね、まず時間を決めて、バーッと解いてから見てもいいですし、まだね、そこ入試に行くまで実力がついてるとはね、まだ思えないなって人は、ちょっと解いてみて、で、分かんなかったら解説を見るって感じでやってもらったらいいと思います。はい、じゃあお願いします。はい、というわけで、ここにね、なんか知らんけど、2人先生おるってことから分かりますように、これ実はコラボ会議となっております。僕、神宮 と、杉山先生と、あとちょっとここにはいないんですけど、玉原先生の3人で、ね、それぞれの会話で、それぞれのタイムを取れていきたいと思います。ちょっとこの先生、分かりにくいでこっち行こうっていうやり方も OK ですし、ね、それぞれの解き方ちょっと見てみたい、数学力それで上げてみたいっていう使い方もいいかなと思います。それぞれの使い方でね、この授業を活用していってもらえればいいかなと思いますので、ね、よろしくお願いします。それでは第1問から頑張っていきましょう。